子供と一緒にカブクラチャンネル。はい、このチャンネルは子供と一緒に山にカブトムシ、クワガタムシを取りに行くチャンネルです。そしたら、昨日取ってきて測ってない測定してないもののサイズの測定をします。カブトが1、2、オスが4匹、メスが1匹、で言って深山のオス2、深山のオス2、こう見たら深山ちっちゃくちっちゃくてかなりでかいです。さあ今から測定していきます。最高、ノギスをください。はい、ブン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 、まだ元気です、元気です。そしたら撮影していきます。ちょっと行って、よし、はい、はいはい、ちょっと下がって、はいはいです、はい、ここです、はいはいはい、よし、身長は測りましょう。どうだ、何ミリ、はい、ちょっとどいて、よし、はい、84ミリ、はい、ちょっとこっち置いてくれ、見えるよ、うん、はいはいはい、どうぞ。84ミリ、固定してや、カメラあんまり動かすよな、うん、もうその前のより出ようかな、ちょっと待てや、はいはい、87ミリ、はい、よしよし、おとなしい間に、おとなしい間に、はい、あ、こいつも、ちょっと待てや、うい、あかん、そんなグッてやったか、そうそう、こうやってちょっと寝てるぐらい、よし、よし、 OK、 84ミリ、でっか、84ミリ、はい、87がでかいな、あ、こっち、こでも全部でかい、おとなしいところ取っといたらな、そう、あまり動かさないようにする、そう、そうです、そうです、はいはい、あ、次のやつでかい、あ、次のやつ、これでかいね、これでかいね、これはでかい、ちょっと待ってや、何ミリや、あ、かんかん、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、よし、はい、86ミリか、いや、でももう一回測ってみる、イエーイ、もうそれでいいな、はい、お次、セッコが終わる、86ミリ、はい、メスはやろう、いいよ、声も入れてくれていい、前に出すぎ、前に、その時深山行くで、深山ちっちゃい方か、ちっちゃい、昨日取れた、ちっちゃい方っていうか、もうそれでもでかい、それでもでかいで、パパ何言ってるん、ちょっと待って、よいしょ、前に、おしゃ、後ろが、後ろ、ちょっと前やってる？前やってますか？合ってない。合ってます。よっしゃ、あった。よっしゃ。はい、71ミリ。でかい。71ミリ、はい。よし。よし。ちょっと待って、1匹ここに逃げてます。こっちの方がでかい、でかい。こっちの方がでかい。はい。合ってる、はい、合ってる、はい、78ミリ、でかい、78ミリ、78、昨日取れた最高のデカさです、よし、ちょっと待って、はい、みんな取れたやつ、はい、取れて測ったやつを全部入れてあってください、はい、よし、昨日は、あ、メスは測る、もういいか、メスは測らないでおきましょう、お前メスちっちゃいね、深山で、あー、メスでかいで、いや、でかない、メスはちっちゃい、深山とちっちゃい、あー、
はいはいはい、ちっちゃいチェルはい、ほんだとちょっと待ってメスに対してめっちゃでかいで、はい、超でかいさ、超でかい、メス、メスはほんだ後ろのままちょっと測るわミシチが、はい、51mm、 まあまあでかいな、 51mm、 はい、カブトムシとクワガタムシで遊び出してます。何かまた工作をしてやるみたいです。カブトムシとかクワガタムシで遊ぶようです。さあケースの新しい大きいケースに入れましょうね。はい、ちょっとみんな来てください。はい、深山が羽を振り上げて反対に飛ぼうとしてます。こっちの方、はい、深山が羽を開けて反対に飛ぼうとしています。見て、深山が羽を開けて飛ぼうとしています。反対に、そうそう、反対に向いて、裏に向いて羽を開けて飛ぼうとしています。あれ、もうやめたか、あれ、もうやめたかな、もう一回ぐらい行きそうだ。ブーン、ブーンってうん、虫の最速定も終わってケースに入れました。このケースの中の、一つ一つにカブトムシ、クワガタムシの大きいやつが入っています。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12匹、今飼っています。子供たちがきちんと帰るかどうか楽しみです。どんな感じかな、おるかな。あ、ここに深山くんがいてますね。これは、あ、ここにのこぎりくんがいてますね。のこぎりくんと深山くんとで、かぶとくんはどの辺かな。こいつは、あ、こいつは餌を食べに来てるノコギリくんですね。カブトくんはどのケースかな。あ、カブトくんこれですね。これがカブトくん、ちょっと横になってます。ご機嫌斜めですかね。